川井優也選手ですこんにちは,こんにちはお待たせいたしましたお,しまお元気でしたあ元気ですはい顔色もよく、はい、うん。もうあっという間に今年も12月ですこの1年どうでしたそうですね SQ 一般復帰を目標に今年はやってて今手が届きそうなんであと日相頑張りたいと思います、うん 大事じゃないですか次のなら年末の立川。そうですねそこをしっかり勝ち上がって決めたいと思います。うん、はい今年プライベートの方はどうでした。そうですねまあ子供が2月に生まれるんでんおめでとうございます。もうすぐあれで、はい、初めての子孫ですよ、ね。あそうですはい、えー、楽しみです。楽しみはいどちら？あ女の子で可愛選手に似てたら美人さんになりそう。<laughs> <いや笑> そんなことはないですけど、はい、<laughs> 将来ガールズレーサーになりたいって言ったらどうしますいやちょっと考えます <laughs> いい職業だと思うんですけどそうですねちょっとそこは相談だなって感じ <laughs> <laughs> いや本当すぐですねもう2月だったらそうですね,ねもうすごいお腹大きくてうん、うん、もうすぐだなって感じ実感湧いてきた感じですいやその分もっともっとこれから本当に頑張らなきゃいけなくなりますね そうですね責任も増えてくるんで頑張りたいです、うん、はい、はい、責任か次が十八日からの奈良 F1、うん、そして年末の寺内大吉記念杯立川走りますね、はいはい、結構なメンバーですよ立川そうですねまず決勝上がれるように頑張りたいと思います、うん、はいではカメラの向こうのファンの皆さんにお願いします優勝目指して頑張ります応援よろしくお願いします か川井優谷選手短い時間で本当にごめんなさいありがとうございました年末立川頑張ってくださいねはい頑張りますありがとうございましたありがとうございました